どうもこんにちは、イコールです。今回ですね、コメント欄で、いただいた編成ですね、参考にさせていただいたので、紹介していこうと思います。はい、昨日の編成ね、大徳明王とジョイラが必須になっていたんですよね。イズマさんの編成ですね。はい、大徳明王かジョイラがいる場合はね、あちらの編成で軽々17万乗せれるんで、もう全然あっちでいいんですけど、それがいない場合とか、あと単純に俺はパズルうめえからもっとパズルさせろっていう方、っていうのはもっとこっちの方がスコア出るんでね、紹介していこうと思います。はい。まずは、オデュセウスですね。光で列強化武器つけてます。はい。この武器に関しては全部、全属性の列強化が発動すれば何でもいいんで、どこにつけてもいいんでね。とにかく列強化武器全部揃えてあげて、すべての属性で列強化が発動するようにしてください。で、白ですね。で、この天聖白に関しては、一体は天聖白のドラゴンキラー3突を用意しておくことを絶対にお勧めします。理由としては、道中が結構硬いから。できれば天聖白を一体はドラゴンキラー3突で入れておくことをお勧めします。で、最悪まあ、なくてもいいけど、サブは、カリン、ハク、メイメイのね、キャラたちで揃えてあげてください。ね、なんでハク、メイメイ、カリンだけなんだ、レイラはなんでダメなんだっていう意見があるかもしれませんが、このフレンドでね、カリン使ってるのはわかると思いますが、カリンのリーダースキルが、木か、ごめんなさい、水か木か闇のどれかの、二属性なんですよね。まあ、もうこれで分かってもらえる通り、ハクは水と闇。で、メイメイは木と、闇。で、カリンはもちろん、水、木、闇、トレトモッケーなんで、すべての、キャラにね、スキルが対応してるんですよね。なんで、カリンが採用されています。はい。で、そうですね。アシストに関してはもうさっき説明した通りなんで、とにかく一度やってみましょうか。で、転生覚醒についてだけ先話しておきますが、どちらでも大丈夫です。ただ、転生白のドラゴンキラー3突は本当に入れておくことをお勧めします。で、転生覚醒かどっちでもいいんで、白、メイメイ、カリンのどれかを入れてあげてください。ただ火力が少なくなっちゃうんでね、できれば転生させておいてください。今僕は言ってもね、覚醒やってるんでどちらでも OK です。まあね、長々と解説させていただきましたが、何か質問等ありましたらコメント欄に書いてください。僕もできる限りね、答えさせてもらいたいと思いますし、わかるリスナーさんもね、結構答えてくれるんでね、よかったらコメント欄に質問してください。あ、ちなみにバッチはね、バインド耐性バッチ推奨なんですけど、別に1、2階層を正直、火力足りるんですよね。白にドラゴンキラーさんとすれば。その場合は指バッチをつけた方が圧倒的に安定するんで、まあ、バイニュー耐性バッチもしくは指バッチ、まあ、俺のおすすめは指バッチね。俺指バッチでやってるんで、指バッチをおすすめしています。ということで、実際にやっていきましょう。はい、ということでやっていきましょう。まずは、4列までしか組まない立ち回りですね。紹介していこうと思います。はい。こちらですね、パズル苦手な方に非常におすすめな編成となっております。パズル得意な方はね、別にね、5列、6列組んでもらっていいんでね。はい。パズル苦手で、ちょっと俺、4列ぐらいが限界かなっていう方にね、それでも王冠取れるよっていうのを紹介するための立ち回りとなっております。ということでやっていきましょう。はい。まず1階層、白使います。で、ここでもね、ドラゴンキラー3突が生きてきます。はい。で、突破していきます。続いて2階層、白使います。で、ここに関しても4列組むんですけど、他も絶対突破できないんで、ちゃんとね、水と火と闇、しっかりとね、まあ、列消し、全体攻撃から列消しね、仕上げるようにしてください。で、ある程度削っておきます。こいつら HP13 なんでね、ちょっと削っておかないと後で突破できないんでね。削っておきます。はい、続いて、まあ、ここちょっとね、できればこの3ターン待ちたくないんだけども、しゃあない。メイメイ使います。はい、でしっかりとパズルをしていく、こんな感じ。おっと、大丈夫、イコロさん。オッケーオッケー、まあ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 、下ってるけどいいや。で、4列だけ組んでいきます。ではね、別にこんな、これ貫通しちゃうんですけど、まあ普通にね、パズルしてても突破できるんでご安心ください。続いて3階層、こちらをね、メイメイ使っていきます。はい。とにかくもう溜まる二色陣を使っていくだけだね。4階層以外は。はい。で、ここも4列組んで突破していきます。とにかく素早くで、4列組む場合はもう素早く。ただね、5列組むまでに4秒間はかけて、まあ、3秒くらいはかけてもいいんでね。まあ、基本的にできれば5列、6列組んでいってほしいです。正直、本当は。4階層はオデュセウス使います。はい。で、このようにね、パズルしていきます。はい。で、ここはまあね、敵の HP 低いんで、特に意識しなくていいんですけど、この次の6階層、ごめんなさい、5階層ですね。5階層が本当に敵の HP が高いんですよ。もうボスと同じくらい高いんですよね。1300万くらいかな。なんか全然削れないんですよ。だから、ここのためにドラゴンキラー3突を白にしています。はい。ドラキラー3突白につけておけばね、かなり楽に突破できます。はい、5階層、メイミ、あ、ごめんなさい、カリン使います。はい。あ、もしくは7コンボ、でも7コンボしても突破できないことあるんだよね、マジで。そのぐらい硬いんでね。はい。まあ、今のもね、わざわざ列にしないっていう、4列以上組まないっていう縛りのせいでこんなことしてますけどね。はい。で、9コンボ以上来る場合はね、100% 突破できるんでね。もう自分は落ち込みろっていう人はね、特に気にしないでもらっても大丈夫。で、6階層。ここもね、普通に削っていきます。まあ、ここも多少ターンかかってもいいんでね。二色陣崩しながら突破していってください。はい。まあ、しっかりとね、二色陣。お。
ちょっと今日パズルひどいですね、俺。しっかりと、崩して、レッツクーカーテンを取っていきます。はい。じゃあ、これだったら2パンできそうだね。はい、ハック使って。で、もう一度4列だけ組んでいく。はい。まあ、こういうのもね、1列逃してるんでね、1列逃すと2000点の限定なんですよね。できれば、盤面最大を組んでいってほしい。って思ったら、これ9コンボ来ちゃったんで、無効貫通、500万以上超えちゃったんで、無効貫通に引っかかっちゃいましたね。はい。なんで、ま、もう一回ね、普通にパズルすれば OK、その場合は。だいたい8000点加点なんでね、16秒分ぐらい猶予があるんでね、まあ、特に問題ないです。はい、7階層。腰丸ですね。もちろんもう溜まってるメイメイを使います。はい。で、5コンボ以下急所なんで注意してください。しっかりとね、5コンボ以上して突破していきます。で、5列6列組んでいく場合は別にここら辺で、なんだろう、わざとぐだらして2列順を崩していくっていうのもいいんだけど、4列しか組まない場合は特に加点にはならないんで、もうしっかりとね、6コンボ以上して崩していってください。まあね、詳しくはね、後のちゃんと5列6列組んでいく立ち回りでも紹介いたします。はい。で、カリンですね。で、ここの調整方法なんだけど、パーティーによって変わります。まあ、僕の場合ね、ハクにドラゴンキラーつけてるんで、7コンボ以上、8コンボ以下っていう、ちょっと渋いとかなんですけど、そこを取れば、突破っていうか途中まで削れます。はい、今回ね、7コンボだったんで、このように削れましたね。闇の落ち込み来たから、結構削りすぎだけど。まあ、これに関してはもう自分の編成と相談してね、ある程度何回かやって、っていうのでもね、いいんでね。最悪ワンパンしちゃってもね、2色陣ね、回し続ければいいんでね。意外と限定にならなかったりもするんで、それに関してはもうひたすらもう倒せきれなかったらもうひたすらパズルするみたいな、なんとかするっていうのをね、意識してください。まあ、すげえなんかすごい適当な解説になってるけどね。まあでもこんな適当な解説で、こんな適当なパズルでも、こちらの編成を使えば、はい、8.141万7500万、96000で167000点と、まあ余裕でね、王冠圏内を狙うことができます。4列しか消しないんでね、これ。ここから5列6列消していけばもっと加点取れるのはもう目に見えてわかると思います。ということで、続いて、5列6列と組んでいく編成ですね。まあ、この編成の本気バージョンご覧いただきましょう。どうぞ。
はい、ということでね、ご覧いただきありがとうございました。このような立ち回りでね、18万点以上を取ることができます。まあ、昨日の編成はね、すごい楽にね、17万点以上取れる大徳明王とジョイロの編成なんですが、いない方っていうのはね、この編成で18万点以上を狙ってもらっても大丈夫かなと思います。はい、という感じで今回の動画は終わりにしたいと思います。今回までランキングダンジョンまだまだ編成から可能性はあります。動画はね、すべて僕のチャンネルで投稿させていただきたいと思っております。なのでね、よろしければ、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。登録していただいて、絶対に損はさせません。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。